宇都宮峠周辺の地形図宇都宮峠を貫く旧、東海道ズタの細道の藤枝市川の南口宇都宮峠は、日本の東海地方東部に所在する、宇都山、宇都山、宇都山の南側にある峠。現代行政区画上は、静岡県静岡市駿河区宇都宮と藤枝市岡部町、岡部坂下の境にある。 国道1号、旧東海道が通る。標高約151メートル。中世から交通の要所であった。和歌にも歌われ、歌舞伎の階段劇、スタモミジュートタニ峠の舞台としても知られる。現在でも国道1号のトンネルが通過している。また、平安時代の道から国道1号原道のトンネルまで、 すべて通行可能な状態で保存されており、道の変遷を知ることができる。近世東海道の交通を知る貴重なものとして2010年2月22日に、東海道宇都宮峠越の名称で、国の史跡に指定された。南アルプスから駿河湾まで伸びた尾根の一つ。この尾根をさらに太平洋側にまでたどると、 日本坂のトンネル群が通る場所もある。平安時代、古代東海道にあった小川駅が廃止されたことに伴い、それまで太平洋側にある日本坂を通過していた交通が、宇都宮屋の津田の細道へと移った。天正18年の豊臣秀吉による小田原征伐の際、津田の細道では新軍の峠越えに難があったため、それより1キロメートル西に、 新たな峠道を整備した。その後、こちらが、現在の旧東海道のルートとなった。江戸時代に入ると、宿場、参勤交代の制度とともに東海道は整備された。宇都宮峠周辺にも、マリコ塾と岡部塾が置かれ、峠付近にも、宿や商店が立ち並んで魔の宿の役割を果たした。天保3から5年には、 江戸で、歌川広重の名所浮世絵揃い者、東海道五十三寺が、保衛堂から観光されたが、その第二十一系、岡部宇都の山手がに取り上げられたのは、宇都野野峠であった。明治に入り、文明開化により東海道の交通量が増大した、ため、当時安倍郡、三六村の村長であった宮崎総後が、地元の有力者に、トンネルの掘削を働きかけた。 それを受けて、杉山紀平次らが結社を作り、1874年に、掘削を開始、1876年に、日本初の有料トンネルとして開通した。ところが、この初代は1896年に出荷して、崩落してしまい、閉鎖された。その後、初代の残された一部を利用する形で二代目が、着工され、1904年に開通した。 現存する国の登録有形文化財、明治宇都宮水道はこの施設のことである。しかし、東海道本線建設にあたっては、海岸寄りの石辺トンネル経由となり、宇都宮峠を越える鉄道路線は付設されなかった。1900年発表の鉄道昇華には21番で、寸州一の大都会静岡へ出て、 安倍川を渡ればここぞ、宇都宮の,の山切り抜き指導の道と東海道線が、宇都宮峠をトンネルで抜けているように取れる歌詞があるが、事実を歌っていない。なお、1925年に、富士総鉄道が、富士枝市内から駿河岡部駅までの路線を開通させ、さらに、宇都宮峠を越えて、静岡市内まで路線をつなぐ計画もあったが、早くも1936年には、 岡部町内の区間が廃止されてしまい、計画が実現されることはなかった。明治のトンネルは、その後の自動車の普及に伴って対応できなくなったため、1926年に、宇都宮水道の建設が開始され、1930年に開通した。昭和第一トンネルは当時としては高規格な作りになっており、現在でも大型車が十分にすれ違える福音が、 取られている。第二次世界大戦後の高度経済成長期、モータリゼーションが進展すると、昭和第一トンネルでも、交通の増大に耐えられなくなった。そのため、1957年に新宇都宮水道の建設が開始され、1959年に開通した。昭和第二トンネルは、第一トンネルよりも、標高の低い位置に建設され、静岡、 岡部間の所要時間は大幅に短縮された。しかし、それでもその後の通過トラックの増加、シダ平野への人口の流入による交通量増加には対応できなかった。そのため、岡部バイパス整備に合わせて、平成宇都宮トンネルの建設が1990年に開始され、1998年に開通した。この開通に合わせて昭和第二トンネルは、 上り線専用に改修され、国道1号は片側に車線となった。周辺には、道の駅宇都宮峠も整備され、通過する車両は、峠であることを意識することなく通過できるようになった。宇都宮峠の水道2代目の宇都宮水道、火災で崩落した初代を修復する形で1904年に、開通。カンテラ風の内部照明が、レトロ感を醸し出す。 国の登録有形文化財。三代目の宇都宮水道、1930年12月、春光。四代目と五代目、2010年撮影。ここでは、画題としての宇津山、宇都宮、宇都宮集落について解説する。東海道の街道筋にあった江戸時代には、宇都山とその峠である、宇都宮峠は、江戸方のマリコ塾と上方の岡部塾をつなぐ位置に、あった。 宇都野峠の道の江戸方には、古くから、宇都野村、宇都野村、宇都野村があったが、三金交代も含めて往来が盛んであった、江戸時代には、間の宿として栄えた。集落は、今も昔も、上り坂の途中にある、下の集落と上り切ったところにある、上の集落という二つの区域で構成されている。描かれた、宇都山。 歌川広重保英道版東海道五十三時の内岡部打の山、歌川広重行書版東海道五十三時の内岡部打の山の図、歌川広重霊書版東海道二十二五十三時岡部打の山、打山、打の山、打の山は、歌枕になっている。打つが同音であることから、打つつを導き出す語としても使われる。打つの矢の十段語は、 食人菊供養の十団子、薬除け十団子として、古くから知られ、宇都宮集落で売られていた、名物和菓子である。うなぎパイで有名な春香堂の創業者、山崎義蔵の成果は、江戸時代から明治時代初期まで、この峠で茶屋を営んでいたという。2020年6月19日、東海道宇都宮に関する史跡や 文化財群である、喜び竜寺、魔の宿宇都野屋、十段後、東海道宇都野屋峠、古紙、明治宇都野屋水道、津田の細道が、文化庁の文化財保護制度、日本遺産のストーリー、日本書、旅ブームを起こした、八ジさん北さん、寸州の旅から国慶本と、浮世絵が描く東海道旅のガイドブックの、厚生文化財の一つに認定された。ありがとうございます。